おはようございます。はい、おはよう。竹内さんがちょっと少しだけご機嫌なように見送られます。まあ、ですね。久しぶりに。今日は何杯ぐらい行ったんですか？8。おお、いや、メガジョッキがあるから分かんないですけどね。資料じゃない。8って。あ、今外は、まあ、ミストの雨が降っているという具合でございます。ミストやね。コミニに。久しぶりやろ。確かに水コンビニ以来じゃない。あ、前回水コンビニか。水コンビニっていうか水だから。今だいたい9月の終わりぐらいですね、うん、秋になるというか、まあ、夏が終わるというか、最初はね、あの15夜お月見コンビニにしようかと思ったんですけど、いいな。でもあのミスト雨で一切月が見えない。なるほど。お月見はちょっと、ま、次回ということで。すいません。少しでいいんや。夏が終わっても秋が来るということで、といえば部活を引退する3年に贈るものコンビニ。知らん。夏の大会、まあ、運動部ですね。夏の大会が終わった3年がもうそうそう引退。ここから受験する。に贈るものコンビニ。送った記憶ないわ。コンビニ？コンビニで買うもんは失礼や。なんか、あ、先輩もう今日引退なんやって時に取り急ぎコンビニで買えるようにね。失礼やろ。何の部活かとかはまあおのおの決めちゃって大丈夫。そのどっちがいいんかも分からん。決めれんのがいいんか。いいんか。うん。でも一応運動部はすいません、限定で。あ、運動じゃないとあかんのよ、はい、文化部はまだ文化祭とかの後なんで、多分文化部引退は、じゃあもう一回やる可能性もあるやばそ、運動部でやっていただく、向こうで決めるか、うん、今部活決めてもいいけど。あなたはどうなんですか？ああ、まだ僕はね、結構一切今まで関わったことない運動部にしようかなと思って、慣れるんで、その今日だけでも。今発表しないですね。バスケ部ですかね。何や。二人どうします？もう今決めちゃっていいですよ。ゴルフ部かな。ゴルフ部。いくつあるんやろうな、日本に。今日ちょうどゴルフやってみたいなみたいな話をしとってん、ちょうど。おじさん。ゴルフちょっとやりたいな。やりたいな。なあ、今後おじさんチャンネルになって。あ、あ確かにブラックバス釣ってるおじさんチャンネルやね。そば打ちしてみたバス釣りながらナルトの話じゃあ次はゴルフ部ね。ゴルフ部かな。ゴルフ部かい。僕は陸上部で。おお、あ、陸上部。あ、運動部か。確かに一回こ、あ、じゃあこいつか。こいつって友達に向かってこいつって。うわ、熱なんか。ご機嫌やな。引退する3年に贈るものコンビニって言ってください。以上もう引退する3年に贈るものコンビニ。あ、いいね。千鳥。うわ、いいね。いいね。それをバス釣り。おじさん、おじさんバーサスサスケ。逆だったかもしれない。何がやねん。お、映ってんじゃない、ミスト雨。映ってろ。あ、映った。映った。え、そんな中学生やっけ。先輩たち喜んでくれるかな。喜んでくれるかな。先輩たち喜んでくれるかな。うん、どうだな。だよだな。どうですか、3年生に贈るものをコンビニに買いました。うん、まあ変えたなあ。まあ変えたかなあ、うん、じゃあまずバスケ部から見せようか。言い訳していい？ええー、ダメ。オッケー。いやー、いいんや。するとしたらじゃあ聞かせて。あ、言い訳するとしたら一番関わりないからバスケ部にしたやん、その、うんうん、なってみたいみたいな言ってたな。関わりがなさすぎて、うん、バスケ部のあるあるとかが一個もなくて、その結構あの怒んないでっていうのは、まあ言い訳だなじゃあ、うん、バスケットボールみたいな。うーわ、だるだるだるお前、バスケットボールみたいな。スコテよ、買っただけじゃん。じゃあ一回待って。いやいやいや、お前これ今日どうしようもないやつ。もう一個バスケットボール。いやいやいや、じゃあこれだけでいい。確かにこれでええやん。お前これ食えんやろ。これ食えません。何やねん、おい、これだって。
やった？はい、これでした。なんだ？フルーツミックス。どういう？フルーツ、うん、バスケット、うん、いや、そうやけど。とあと、おこっから受験、うん、ポストイット。普通に遅いやろ。これはその本当に送るガチ、これ本当に送る。3年に誰に誰本当に3年に送る、近所の3年に送るね、うん、何これ、メンツ湯何これ、メンツ湯、スタイリッシュメンツ湯じゃなくて、まあ、普通ブラックコーヒー。なんでブラック、ブラック黒、黒子のバスケ。竹内がいじけちゃった。なんでなかったんやろな。正直あの3年生に送ったこともなかったんで分かんなかったです。開き直りや。バスケも分かんないし、3年生に送ったこともなくて、4年生にしか送ったことないもん、ね、うん、高4やったから。学校が夜10時に終わってから、30分だけできるから。短っ、うん、俺だ、うわ、こいつだ。おメンズビオレ、もういらんやろ。忘れてた、卒業とかのなんか引退とかのやつ、陸上部だけで考えて、陸上部コンビにした、勝手に陸上部コンビ。意味わかんないな、普通に引退した後とか。せめて現役だろ。そんなことないわ。陸上部も意味わからんわ。欧州カレーパン、うん、陸上トラック。あ、一緒や。ほんまやん、パン食いたいだけやろこいつら。まあ忘れてんな。お、走り幅跳びのバー。あ、これがね、あ、じゃがりこがね、あ、なるほどね。何がやね、何でもいいやろ。ゴルフ部、ゴルフ部行っちゃいますか。ゴルフ部、まずはこれだ。おお。これはゴルフボール。まあ、そうっすね。まあ、そうっすね。ゴルフボール。さすがにね。いいね。で、まあ、あとゴルフっつったら、まあ、まあ、クラブ。クラブ。野菜スティック。だいぶ痛風の煽りを。いや、偶然こうなった。偶然ですか。偶然、偶然、偶然ですか。一番使うグラブはやっぱ、うん、でっかいやつ。アイアンね。アイアン、アイアン、でっかいやつ。はいはい。ガトーショコラ。だいぶ痛風。いや、ほんま偶然。だいぶ痛風だけど、ね。ああ、プリンとシュークリーム買ってた人の。今では180度違う。今ではこれ。ありがとう。お前しかいない。俺が食えるあんまりもありがとう。もっとこれ今いっぱい開発してください。これのいろんな味の。プリン味のこれを。お願いします。スティックプリンお願いします。プリンとか。セブンの人。いいね、これのチーズケーキとか。これのシュークリームが一番欲しいです。どういう原理かわからんけど。どうやってかわからんけど。いや、素晴らしい、みんな。やっぱ、おのおの。その条件に合ったものを限られた時間内で買ってきてもらって、そんなタイムアタックではなかった。素晴らしいね。時間はいくらでもって。今からじゃあ、そのこう買ってきたものをそれぞれ1年として、うん、1年、1年、うわ、3年、うわ、食べるんじゃないんや今から。だるで、だる、うん、1個好きなもの1個ね、渡しますかね。ちょっと水飲んでいいですか。1回3年止まっていい、マジか。ああ、もう一回やってみようか。一回ちょっとさ、一回これ見てみよう。一回だよ、3年で。一回見てみるでいいね、じゃあ。バスケ部の3年やってる。バスケ部の3年。扉から、入ってくる。扉から入ってくるんや。ああ、なるほど。それなんや。失礼します。どうした先輩。おう、よしの。やめるって本当っすか。まあ、卒業やから。卒業やから、卒業やからな。俺の代はもう引退や。全員の先輩が僕たちにいろいろバスケ教えてくれたんじゃないですか。これからはお前らが引っ張っていけよ。先輩がいないバスケ部なんてダブルドリブルっすよ。反則ってか。あらら、ノリよ。バスケットボール好きだったんで。バスケ部だからな。バスケットボールの半分キャベツ塩、これ思い出して、これでバスケも思い出してください。ありがとうよ。
2年間お世話になりました。まだだな。お互いボールを持とうとしてお互いが相手にボールを渡してなんで俺ボールを持とうなんでスリオカに任すねんお前のターンやろこれ2回しんどいまあまあでもねもう今ので結構ね十分ねまあまあ確かにな全員がそっち側やから今のバスケ部がまあ代表か代表として代表代表バスケ部みんなの代表としてね1年っていうのもなちょっと2年やろそうね思い出少ない、うん、普通に2年やった、うん、1年生のくせに2年間って謎のほんまや気づかんかった半年やからな普通に食べてきますかえレンジでチンしそうやんこいつ書いてるやん値段って書いてなかったねミズボーイゴク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 トルネードのみ心配なるね飲んでるっていうか飲んでるか飲んでるっていうか入られてるだったの水に着てろとしてる着てろとしてるのなんかキャベツ勘弁して、うん、実家でしか聞かない音やな確かにこれでチャーハン来たら意味わかんぐらい笑うかも笑うなうわうわすげえいらっしゃい味なし、はいすげえうわもちろん味なしですうまそうカレーパンカレーパンうまっ匂いエグい大丈夫美味しいもん食ってるなあるあるだって大丈夫いつもそうよなあるあるだってでも確かに今思うと、うん、めっちゃ陸上部とかやっとけばよかったって思うな陸上部 体とか鍛えられそうじゃん陸上部あやってたらでも高校の時ほんまやここ陸上部やここで全国大会出てないほんまや定時制のね陸上部県大会からスタートで、うん、3位までが全国行けてすごい、ね、で俺は 5000m 男子 5000m、うん、2人中2位で全国の切符を勝ったんやろ本当にねその大会の前とかはね、うん、結構頑張ったなんかしあ勝ちたかったやっぱちょっと、県大会の前とかは正直あんま頑張ってなかったの正直出るだけやもんな県大会は その時はまあでも練習週2で30分ぐらい走ってたいいね世のサラリーマンの方が走ってるかな全国行くみたいな時はちょっと頑張って走ったね1日1時間半ぐらい走ってんなでも全国は悲惨やったね俺以外が全員ゴールしてから俺が2周ぐらい走るやばい時間あったからねやばいなこれ罪高校がテニスまあでも幽霊部員やでああそんぐらいやってた1年の時は2学期ぐらいまで行ってたかもうーん半年ぐらいやってたかも半年間大丈夫高校通ってた半年間ぐらいはバイトとかせなかったするかやめるやん半年で辞めるやつバイトするときもう辞めるやんそのタイミングで部活とか焦んかったするか辞めるやん一瞬軟式野球部入ろうとしてて中1の一番最初バスケ入ろうとしたわ今思い出した体験入部みたいなしたわバスケ部にすでに先輩おるみたいな友達と一緒に行って、うんうん、体験入部みたいにして帰りにその友達に、うん、なんかお前シュートを打つとき、うん、かっこつけすぎてるなもう絶対やめよっお前のシュートの打ち方なんかかっこつけてるなウォータリングキスみたいそうやってほら、しんなりも
あの時俺好きなリンゴ知らんかった俺。え、うん、高校の時知ったし。すみ高校まで NHK しか見てないの。そんなことないわ。夜8時にテレビ消されただけ。珍しい。珍しいな。みんなも3年生が引退して悲しいと思う。自分も3年生になるんだよ。今回の引退する3年生に贈るものコンビニ、7階建て中何階建て？5階建て。早っ。かなり俺も早いなって思ったよ。もう俺の話よ。